共産党は共産主義を提唱する政党。名称が共産党ではない政党を含む場合もある。多くはカール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス、ウラジー・ミル・レーニンらの学説を理論的基礎とする。またその多くはレーニン主義の原則として、対外的には前衛党理論を党内の組織論では民主集中性を掲げるが、その実質的内容は、 各国共産党間で相違がある。共産権では共産党の一党独裁体制を敷いているところが多いが、サンマリノ共和国やキプロスやネパール、モルドバ、ブラジルなどの非共産権では共産党が与党だった際も民主制を維持した。特に1970年代以降の西側諸国の共産党はソ連共産党と距離を置き、複数政党制の擁護 議会制民主主義の尊重を積極的に打ち出し、日本やイタリアなどの自治体レベルでは、行政、政治を担うことがあった。共産党の名称は、カール・マルクスの著書、共産党宣言に遡るが、第一次世界大戦前まで、各国のマルクス主義者は、社会党、社会民主党、労働党といった党名を使用していた。なお、当時は、共産主義と社会民主主義は、 しばしば同意語として使われていた。正式な政党名としての共産党は第一次世界大戦とロシア革命の過程でロシア社会民主労働党左派のボルシェビキが1918年に自らをロシア共産党と解消したことに始まる。大戦後これに習って各国の社会民主党他の左派が分離して共産党を結成するとともに自らを共産主義者 マルクス・レーニン主義者と規定して、社会民主主義者と対地した。以後、国によって事情は異なるものの、多くの国で、社会民主主義政党と共産党が、左翼政党の二大勢力となった。各国共産党は当初は、コミンテルンの下で、その支部という形をとっていた。コミンテルン解散後は、基本的に各国の共産党がそれぞれ自律的行動を行っており、 第二次世界大戦後は各国共産党間で激しい路線対立が起こることもあった。1956年のスターリン批判とそれに続く中蘇対立に影響されて各国共産党から分裂して形成された政党はしばしば自らの正当性を主張して分裂前の透明をそのまま用いたのでこれらの政党を主流派の共産党を特別するために 共産党に続いてその立場や経緯に応じて、左派、中国派、毛沢東主義派、または指導者や機関指名等を付した故障が用いられる。現在の各国共産党は、マルクスレーニン主義の一部、または全部を放棄したものが多い。特に1980年代末の東欧革命では、ハンガリー社会主義労働者党やブルガリア共産党など、 共産主義を放棄して社会民主主義政党へと転換した政党もある。社会主義国における政権党は政治的には一党独裁を堅持しながら経済面では改革開放政策を取る中国共産党をはじめ政治的な自由を制限しつつも市場経済を導入し経済的な自由化を進めている党が多い。また共産主義を掲げる労働人民新歩党が 政権党となっているキプロスや共産党が連立与党となっている諸国では市場経済と複数政党性が堅持されている。2009年まで政権党であったモルドバ共産党は国営企業の民営化など中道右派的な経済政策を取った。各国、各地域の共産党の一覧は以下である。便宜上、一覧表の現状は以下の分類で記載した。 アナキズム、アナルコサンディカリズムが左翼政党、労働運動の中で大きな勢力を占めた国もあった。社会党、社会民主党、社会民主主義政党としての労働党を含む。また、これらの政党のうち中国共産党、またはアルバニア労働党に近い立場を取った共産主義政党は共産党と自称する場合もあった。 外務省ベトナム社会主義共和国ベトナム共産党以外は5 0議席中42人国会議員選毎日新聞2011年6月4日社説共産主義の看板を下ろした北朝鮮の10大原則2013年8月13日付朝鮮日報スペイン新政権閣僚の半数が女性に84年ぶり共産党員2人が入閣 新聞赤旗。https コロンスラッシュスラッシュ w w w j c p o r j p スラッシュ akahta スラッシュ aik19 スラッシュ2020-115スラッシュ 202011507011HTML2020 年4月8日閲覧。参照、チリ大統領選決戦投票へ。 右派過半数及ばず議会選共産党36年ぶりの議席、ありがとうございます。